笠松運動公園陸上競技場。笠松運動公園陸上競技場は、茨城県にある笠松運動公園内の陸上競技場。公園は、日立中市、中市、中郡東海村にまたがる。主たる、所在地は、日立中市が、本競技場の敷地はすべて、中市に含まれる。学生の各種陸上競技大会開催のほか、 球技場としても使用され、J リーグ、ミトホーリーホックのホームスタジアムとしても使用された。また、鹿島アントラーズも、茨城県立鹿島サッカースタジアム完成前の1992年と、2002FIFA フフワールドカップの開催に伴う、芝生養場の関係で2002年にそれぞれ、山崎ナビスコカップで使用していたこともあった。この競技場で2016年に行われた。 茨城県民陸上競技大会で、出路木中学校の選手が100メートル走で10秒台という、驚異的なタイムを叩き出し、全国ベスト8にまで上り詰めた。1974年に開かれた第29回、国民体育大会のために作られた。当時は、バックゴール裏スタンドは最前列が、芝生席、後方が座席という2層式のスタンド、2万人収容。 だったが、2002年のインターハイの開催に備えた改修工事で22,022人収容になった。ナイター設備4機電光掲示板を設置した。2019年の第74回国民体育大会、いきいき、茨城夢国体でメイン会場として使用するために改修工事が行われることになり、2015年9月1日から工事に着手した。 主な内容はメインスタンドの屋根改修工事とスタンドフィールドた改修工事でメイン競技場は2018年3月31日、補助競技場は2016年3月31日まで、この間は公式な大会用途、記録会、運動会、サッカーラグビーなどを目的とした使用はできなかった。ミトホーリーホックはミト市にあるミト市立競技場が J リーグ開催の基準を満たさなかったことから、2001年から2009年まで、本競技場を本拠地として使用していた。2009年11月に、ミト市立競技場の改修工事が行われ、ケーズ電気スタジアムミト、通称、KS スタとして、リニューアルオープンしたことを受け、11月以降の、ミトホーリーホックのホームゲーム3試合は、KS スタで行われ、翌年以降は、 ミトホーリーホックのホームゲームを原則、KS スタでの開催に移行したため、笠松はシーズンに数試合使用されるのみとなり、2010年は1試合開催イコール当初2試合の予定が急遽変更された、2011年は笠松から完全撤退し、全試合、KS スタで行われた。なお、ミトホーリーホックは J リーグクラブライセンス制度においては、 KS スタの収容人員が1万人強が現状で、J1 企画1万5000人以上収容に適合していないことから J2 ライセンスのみの取得となったことや、東日本大震災の復旧、復興の予算が優先され、KS スタの改修めどが立っていないことを受けて、早期の J1 ライセンス取得へ向けた取り組みとして、KS スタ J1 企画への改修、増築を行う間に、 一時復帰の形で使用することを視野に同競技場を管理する茨城県など関係自治体各方面と競技をすることも示唆している。現在の本競技場は J リーグ規約第29条に定める1500ルクスの照明を確保できていないほかピッチが夏芝のため冬は常緑を保てないなど問題が多く。 現在は J1 のみならず J2 のスタジアム基準も満たしていない。改修には数千万円の工事費用が見込まれることから県は難色を示していたが国体に向けた改修工事に合わせて大型映像装置の改修や民のショードアップ、芝の改修が行われており J1 スタジアム基準を満たす見込みとなったことから二千十八年六月十九日にミトホーリーホックが J1 クラブライセンス取得に向けた申請書類を提出した子を公表。ミト、K、S スタとカサマツの両方をホームスタジアムとして申請し、J1 ライセンスを取得して順位条件を満たして J1 に昇格した場合は原則としてカサマツでホームゲームを行う方針を明らかにしいる。なお、2015シーズンは開幕戦、2015年3月8日。 のロアッソ熊本線から5試合を、本競技場で実施している。これは、K ・ S スタの陸連大一種公認への更新に必要な、芝生の張り替えと、その養生期間を要することによる。戦術の通り、陸上競技場は、全域が中市に所在し、消防、警察は通常、中市消防本部、中警察署の所轄になる。従来は、陸上競技場内に、 公園管理事務所があったため、公園所在地も中郡中町、当時の扱いだったが、2002年、平成14年の全国高等学校総合体育、大会、インターハイの際に公園が、日立中市川に拡張され、管理事務所も新設された、笠松運動公園屋内水泳プール兼、アイススケート場へ移転したため、公園の交渉住所が、日立中市に変更された。このため、 笠松運動公園陸上競技場がマスメディアで報道される際に、中市表記と日立中市表記が報道機関によって割れることがある。2019年の生き生き、茨城夢国体大会の際には、消防、警察は通常の中市消防本部、中警察署だけでなく、日立中市と東海村を管轄する日立中、東海広域事務組合消防本部、 日立か警察署の職員も対策本部に詰めて非常時に備えた。中市に所在するものの陸上競技は日立中市が主催した。なお前回の水と緑の真心国体1974年の際にも本競技場で開催したが自治体規模を考慮し水戸市の主催となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。